ビル・コーリン・ビル・コーリンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州スクラントン出身のプロ野球選手、右投げ右打ち。ニックネームは、スクラントン・ビル。タイカップがデビューした頃のタイガースの三塁手で、現在分かっているだけで、通算級度もの隠し玉を成功させたとされる選手である。1899年に、当時ナショナルリーグに所属していた、ワシントンセネタースから、 メジャーリーグにデビュー6試合に出場したが8月にウェスタンリーグのカンザスシティに降格したこの年を最後にセネタースが消滅した後1901年のアメリカンリーグ発足に伴ってアメリカンリーグのワシントンセネタースに所属守備の上手い三塁手としてセネタースのレギュラーとなったこの年の視察数はリーグサイトとなり打率も 275の成績を残した。翌1902年には打率301を記録しているが、打率が3割を超えたのはこの年だけであった。1904年のシーズン中にセネタースから金銭でタイガースに移籍し、1908年までタイガースに所属した。メジャーでのキャリアの最後の2シーズンにタイガースはアメリカンリーグを2連覇する。 出場したワールドシリーズは二度ともシカゴカブスの前に敗退することとなったが、コーリンは1907年のワールドシリーズ第二戦で相手カブスのジミー・スレーグルを隠し玉でアウトにしている。これは現在までワールドシリーズで隠し玉が成功した唯一の例とされている。コーリンは1908年を最後にメジャーリーグから離れて地元ペンシルベニアに戻り、 1917年までマイナーリーグの監督をしながらラファエットカレッジでもコーチとして野球の指導をしていた。第一次世界大戦を挟んだ後、コーリンは引き続き亡くなる1943年までラファエットのヘッドコーチの職にあった。死後1977年に同大学から名誉伝導表彰を受けている。ありがとうございます。